この世界の素晴らしさと正しさを教えることが役目なのだけど、僕は生まれてから今まで、この世界が素晴らしいとも正しいとも思えたことは一度もない。むしろ、異常を感じることしかできないのに、果たしてこのまま、教師として生きてていいのだろうか。異常を訴える勇気も、真実を伝える正義も、僕にはない。メランコリックディグリー。